こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではアクセサリーについて少しお話をしたいと思っています。普段僕が動画の中で皆さんにお伝えする内容というのは割とベーシックでシンプルなファッションかなと思うんですね。こういったものは誰にでも取り入れやすいというところが、まあ、良いところではあるんですが、一方でシンプルすぎてちょっと退屈だなとか、もう少しアクセントが欲しいなと感じる方もいると思うんですよね。まあ、そういう方にお勧めしたいのがメンズアクセサリーというジャンルなのかなと思っています。ただアクセサリーというとちょっとキザっぽいイメージがあってハードルが高いなと感じる方も多いと思うので、もうちょっとですね噛み砕いて僕ら30代40代の男性でも取り入れやすいものは何かということをお話ししたいと思っています。まずはアクセサリーっていうのはどういう範囲があるのかをちょっとお話ししたいなと思うんですが、具体的にはネックレスですとかブレスレットですとか指輪、あとはピアスですとかウォレットチェーンですとか、まあ、様々なものがありますよね。その中で僕ら世代でも使いやすいものは結構限られているんですね。例えばネックレスっていうのは結構キザに見えるので僕は難しいアイテムなのかなと思っています。ピアスなんかはもう論外で僕らの世代でやってたらちょっとチャラいというかむしろ敬遠されることが多いのかなと思うんですね。あとウォレットチェーンなんかもそうですね。これはもう難易度激ムズですね。結構おしゃれな方がウォレットチェーンをうまく使っている場合も多いんですが、まあ、一般的に見たらちょっとウォレットチェーンをしてたら敬遠されることの方が多いかなと思うのであまりおすすめしません。じゃあどういったものだったら気軽に取り入れやすいかなと言いますと、僕はこれですね、時計なのかなと思っています。先ほどのお話の中では時計ってあえてあげなかったんですが、それなぜかというと時計イコールアクセサリーと考えている方はそんなに多くないんですね。時計は実用的なものとして捉える方が多いんですが、でも今ってスマホがあれば時間ってわかるじゃないですか。わざわざ時計ってこう見ることってそんなに多くないのかなと思うんですね。ですので時計はしないっていう方が増えてるのかなと思うんです。僕自身も時計はなくても全然問題ないんですけども、ファッションにおいては結構時計って重要で、特に春夏においては肌を露出することが多いと思うので、その時に時計があるかないかでは全然印象が違います。この時計が一つのアクセントになるので、そういった意味で僕は時計というのはあえてアクセサリーの一部だと認識するようにしています。例えばアップルウォッチなんかも今っぽくていいかなと思いますし、僕がよくお勧めするのはセイコーのプロスペックスというモデルなんですが、こういったものは 3,4 万円くらいで買えますので、ちょっと背伸びをすれば割とこうデザイン性のいいものも買い揃えることができるのかなと思っています。それだけでもですね、シンプルなファッションの中に一つのアクセントとして生かすことができるのかなと思っています。そして2つ目あると便利かなと思うのがこのブレスレットですね。ブレスレットは手元に位置するアイテムなので割と目立ちやすいですし、シンプルなものを一つするぐらいだったらまだギリギリキザさは漂わないのかなと思っています。こういったブレスレットにもトレンドがあって、ちょっと前までは紐状のものを何個か重ね付けするみたいなのがトレンドだった時期があるんですが、今はこういったシルバーのような素材のもので割とシンプルなものを一つするぐらいがバランスがいいのかなと思っています。僕はですねファンタスティックマンというブランドのもので、まあ、大体2万円前後のものをすることが多いんですが、ここはまあデザイン的にもこだわりがあるし作りもしっかりしているので非常におすすめできるんですが、まあ、もうちょっと安いものだとセレクトショップで 3,4 千円ぐらいナノユニバースとかでも買うことができるので、まあ、まずはシンプルなバングルから取り入れてみるのも良いかなと思っています。あまり重ね付けをしないで1個だけにするのがバランスがいいのかなと思っています。僕はどんな感じでアクセサリー利用してるのかというとこんな感じですね。ちょっと近くで見てみたいと思いますね。まずはこの時計ですね。時計があって、あと指輪ですね。もうこれは結婚指輪なので、まあ、皆さんしてる方もいるししてない方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕はこの結婚指輪買った時はですね本当お金がない時期でまだ仕事がギリギリ軌道に乗ってなかった時なんですね。ですので、そんなにお金をかけられなかったんですが、市松というブランドのものを買いました。これはエディフィスの原宿店で買ったんですけども、割とアクセサリー好きの方の中では定評があるブランドで、シルバーとゴールドがミックスされて半々になっているものなんですね。これはまあ結婚指輪なんですけども、ファッション的にもまあ使い勝手がいいのでずっと四六時中しています。そしてこのバングルですね。これもあのシンプルなものを一つしている感じで、3つに絞ってアクセサリーはするようにしています。はい、ということでアクセサリーについて簡単にお話をしたんですが、まあ、大切なのは時計ですね。これはあの左腕にして結構存在感があるものなので、ぜひしてない方というのは取り入れていただきたいなと思っています。あとは右手にですねこういったバングルなんかがあるとバランスがいいかなと思うのと、指輪に関しても、まあ、結婚指輪をお持ちの方も多いかなと思うんですが、結構僕の前でもファッションリングみたいなものをあえて買い替えてそれを日常的にしている方も多いんですね。
結婚指輪って結構ドシンプルなものが多いので、ファッション的に取り入れても少しアクセントになるようなものを夫婦で、まあ、お揃いでまた買い揃えるというのもすごく良いのかなと思いますので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。